ちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。今回のみちこの部屋のゲストは、国内海外のファッション誌、コレクション、テレビ、舞台にてヘアメイクおよびヘアメイクデザイナー&ビューティープロデューサーとして現在活動中のタクシさんとなります。今回は対談の様子とみちこさんをモデルにしてメイクをして、どのように素敵に変化していくかをぜひご覧ください。皆様こんにちは。土屋グループ銀座ショールームの内山みちこです。みちこの部屋、本日のゲストはメイクアップアーティストでありビューティープロデューサーでもあるタクシ先生です。こんにちは。こんにちは。タクシ先生、はい、自己紹介をお願いいたします。はい、私は、メイクアップアーティストとして国内海外でエンターテインメントの世界や日本の芸能界、また広告コマーシャル、そして雑誌、ウェディングなど様々な分野でメイクのお仕事をさせていただいております。またビューティープロデューサーとしまして、ヘアからファッション、メイク、トータルの美しさをご提案するというお仕事もやっております。ありがとうございます。はい、この銀座ショールームは住宅関係なんですけれども、タクシ先生にとってお住まいとは？はい、そうですね、自分の心を美しく、育んでくれるのが住まいだと考えております。身なりを整えるように、住まいを整えるということはメイクや外面的にこう美しくなる上でとても重要なことだと考えております。ありがとうございます。はい、今日はこれから私はタクシ先生が私のことを変身させてくれるそうです。はい、そうなんです。はい、皆様お楽しみにしてください。はい、これから変身してまいります。はい、これから変身されます。よろしくお願いします。はい、社長いかがですか。もうなんて言ったらいい。圧倒的な最大限の光景が最大限の。
完成しました、はい、完成しました。ありがとうございます。はい、どうですか、はい、お気持ちは。もうすごくびっくりしております。はい、本当になんか自分の顔のこう顔ではないような感じがします。皆様いかがでしょうか。すごくヘアと、ね、はい、メイクと今日のお衣装とバッチリで、はい、この銀座サロンにいらっしゃるということで、素敵な美智子さんにぜひ皆さんも、会いに来ていただきたいなって思っています。 ありがとうございました、はい、美智子の部屋、こんな顔でこれからも皆様をお迎えしたいと思っております。はい、ありがとうございました。そして、僕の方も、こちら2019年からビューティー講習の方を定期的にやっておりますので、また今年もいくつかあると思いますので、またよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。では皆様さよなら。さよなら。いかがでしたか。美智子さん素敵に変化しましたね。たくしさんは見た目だけではなく内面の美しさもスポットを当てたメイクとなります。普段はファッション業界や芸能関係の方々、海外のお仕事などが多く、なかなか日本で一般の方々とこのようなひとときを過ごせる機会が少ない中で、ここ土屋グループ銀座ショールームでのイベントで皆様とお会いできることを大変嬉しく思いますとおっしゃっていました。たくしさんの詳細は概要欄に貼っておきますので、そちらをぜひチェックしてみてくださいね。ここ土屋グループ銀座ショールームでは様々なセミナーやイベントを開催しておりますので、銀座ショールームで検索してみてくださいね。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また別チャンネルではございますが、倉田亜美でございますでは私のプライベート動画も配信しておりますので、こちらもぜひ概要欄からチェックしてご覧いただければと思います。それでは本日は以上となります。チャンネルナビゲーターは倉田亜美でした。